おはようございます、今からですね買い物に行きたいなと思います。今日はですね梅田に行くんですけども、そろそろ秋服とか冬服がぼちぼち出てるやろうというところで、今から梅田に行きたいなと思うんですけども、ちょっと今平日の昼間なんで、さっと行ってでさっと帰ってっていう感じにしたいので、ちょっと電車久々に乗ってみようかなと思って、半年ぶり、そうですね、今年の3月から電車乗ってないから半年ぶりぐらいの電車になるんですけども、電車に乗って梅田で買い物をします。で、買い物って言っても一応何買うかっていうのは決めてなくて、以前動画で欲しいものリストみたいな、欲しいものこれ買いますみたいに言ってたんですけど、もうあれは買うのが大体決まってるので、まだ発売しないからそれを待ってる状態なんで、今もしかしたらなんか店頭に行けばなんか売ってんちゃうかということで店頭に行きたいなと思います。でどんだけいいものが出てきたとしても、一応今日の予算はもうマックス10万ということで、もうそれ以上はちょっと今日は考えてないので、10万以内に収めて、で夕方の5時ぐらいから多分帰宅ラッシュになるので、それまでに、帰宅するような流れになります。なので、逆算するとですね、その帰る前に1回寿司入れるつもりで、寿司かなんか立ち飲みか行くつもりなんで、3時ぐらいにはちょっと買い物終わらしとかんと、ちょっと立ち飲み行かれへんと思うので、一応最後の、仕事終わりの、乾杯してる様子まで見てもらおうかなと思ってます。ではまず梅田はグランフロント、ルクアイーレとかその辺あたりまず行きましょうかね。じゃ行きましょう。はい、それでは梅田着きました。まずはルクアイーレから行きましょうかね。でその後グランフロントっていう流れで行きたいなと思います。まずは様子見ですね。いや行ってきました。新しくスノーピークが多分できてたんですかね。パッてスノーピーク見て、服とかも若干あって、んでちょっと前から気になってたバブアーも見たんですけども、バブはちょっと激渋やったから、なんかもうちょっと店員さんの話聞いてちゃんと考えて決めたいなと思ったんで、今日はちょっとスルーしました。で今からは、グランフロントの、買い物行きたいなと思います。結構秋服が揃ってるので、なんやかんやなんか欲しいもんがありそうな気はせんでもないけど、今のところは見当たってないという。そして現在が今1時40分やから、あと1時間20分ぐらいでちょっとなんかいろいろ決めたいなと思います。じゃないと一人飲みができひんので。うわー、平日でも人おるな、ナンバと違うな。はい、それでは買ってきました。ジャケットを購入しました。このジャケットは、正直あんまり買うつもりはなかったんですが、来た瞬間、あ、これ結構ええやんと思って、定番のやつやし買っとこうかということで買ってきました。でこれが、何倍やったっけな、5万5000円ぐらいやったんで、あと残り今日の予算4万5000円、4万5000円の中でなんかいいのがあれば買うし、いいのがなかったらもう寿司食って帰るし、ちょっとどうしようかなって感じですが、ちょっと石井スポーツとか、あとその辺のロフトマンとか、そのあたりチラチラとちょっと行こうかなと思います。もう時間もね2時ぐらいなんで、そろそろ買い物も佳境ですね。では行きます。
born survivor and you'll never find。いやいや、真っ昼間から2杯も飲んじゃいましたね。最後は今から帰るんですけど、ただ普通に帰るだけやったらダメなんで、ちゃんと嫁のね、手土産をね、買って帰って、また平和な日々で過ごしたいなと思うので、ちゃんと手土産を買って帰りたいなと思います。もう今4時ぐらいなんですけど、もう今の時点ですでに眠たい、早く家帰って寝たいという感じですが、まあとにかくちょっと手土産買いに行きますわ。はい、それでは最寄りの駅まで帰ってきました。もうめちゃくちゃ眠いんですけども、あいつはお土産を買いました。なんか最近ですね、嫁が福地蒼汰君がやってるドラマがハマってるらしくて、それがなんか和菓子のなんかドラマなんですよね。僕知らないですけど、だからなんか和菓子食べたい和菓子食べたいってずっと言ってたから、今日はどら焼きにしました。でしかも栗入りの、だから多分喜んで急いで帰ってくるんちゃいますかね。はい、ということで、まあジャケットも買えたし、お土産も買えたし、まあ良かったんじゃないでしょうか。また近々、明後日かな、明後日もまたなんか買い物行くん でそれは以前欲しいものをこれ買おうと思ってるんですって言ってたと思うんですけど、その中の一つのやつを買いに行くんで、まあ今日は今日でまあまあ良かったんじゃないかなと思います。明後日はちなみに嫁と一緒に行くので、最後の手土産コーナーはないと思うんですけども、まあそんな感じになってるので、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。最後嫁の映像あるかなないかな、ちょっとわからないですけど、撮れれば撮りますけど、撮られへんかったらここで終わりということになってますので、まあこの辺でお別れしたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。梅田行ってきたから、ドラ焼き。ありがとうございます。秋やからさ、なんか栗がいいかなと思って、栗と普通のあんこのやつ。やば、食べる。これさ、栗が2つとさ、あんが2つとか、これさ、いやちょっと待ってくださいよ。いいですか？オープンザオープンじゃん。いただきます。